今度はスプラトゥーン2でケイジ君のお兄ちゃんのショウゴ君登場。お、しかも同じチームやコサショウ君。さあ行こう。さっきは奇跡が起こって1デスしかせんのに5キルぐらいできたの奇跡やった。奇跡が起こったからな。あれマジ奇跡だった。インクがね、よっしゃ、必殺技使ってるやつ撃ち落としたラッキー。来やがった。うわ、ボム食らった。さあ再び出撃。開いた。クリックリン、何これ、ベータ、ガンマ、オメ、オメガ。シャー、よっしゃ、しゃあ、登れん、登れねえ。ああ、後ろからやられた。この野郎。さあどうだ。あー、ボロ負けや。まあまあ倒せたけど、約 10% は痛いな。俺が重要なのはここなんだよ。お、翔吾くんが1位で俺が2位、なかなかいいじゃないでしょうか。しかももうちょっと、もうちょっとでランクが上がる。よし、もう一回行こう。ケイジ君の兄貴ショウゴ君、コサショウ君が参加しての第3回戦目。お、2人とも一緒のチームや。よっしゃ、なんかショウゴ君と一緒にやってる時のなんか調子がなかなかいいぞ。ちょっと慣れてきたって感じだろうか。インクがない。インクがない。あれ、なんか動きがない感じがするけど、俺がヘチにいるだけか。アウチ、マルチミサイルか、あれ嫌だな。
よっしゃ、タッキン倒した。イモル、スプラトゥーンでイモル。ハンドル呼べ。あ、やられた。ちょっとやりすぎたか。うわ、めっちゃ攻められとるやん。ピンクがねえよ。あ、いかん、これはダメだ。攻め、めっちゃ攻められてる。一人も倒せんかった。これ結構ひどい負け方なんじゃね。うわぁ、 20% ない、やっぱりな。これはボロ負けだ。絶対ビリや。嘘、なぜビリじゃなかったんだ。あ、二人とももしかして落ちたんか。中国も落ちたんだな。多分0ポイントっていうことは落ちたっぽいよな。残念。